じゃあ間もなく宮島の到着口です。この辺からゆっくり下げていきます。大鳥居見える？もうちょっとしたら見えるはずです。左、あー見えました。ちょっとシャレで、あ、え何あれ見てこれ、いやーこれ嬉しいな、もうさすが嬉しいな。でもこれにこの紋付きで乗れる、あ、こちらこそです、よろしくお願いいたします。ホンダ、そうだ、ブチだ。中南はどの辺へ行けばよろしいでしょうか。まっすぐ行くと、はい、動物園があるんですけど、動物園、はい、そこが毛利庭の跡地になります。はい、僕は動物園に行こうか。はい、山とかぐらいこの辺停泊した。そうですよね、あ、そうかそうか。あ、すごい、これかと思って違いますね。これ都市八幡宮、どれですか。どこじゃない、どこですの。ちょっとすいません、あれが左が山口放送ですね。あ、そうです、はい、山口放送の横にくっついてるのが動物園です。あ、なるほど、はいはいはい、ああ。ここを全てがだから降りてます。マングル的にはこんな感じですね、大体。あ、最、はい、最高です。こんな近くまで寄れるとは思わなかった。おい、ここはどっか行くと、お、あ、ここ、ここじゃもうちょっと左の方に行ってもらってキュッと、はい、まっすぐ行くとそこに森みたいなのがあるんですけども、はいはい、この森の手前のとこが毛利家墓地になるんですよ。はいはい、あります、はい、墓参りしましょう、墓参り。じゃあこの辺、これですね、これ。おー、わ、嬉しいな、本当にもう空からお参りするっていうちょっと不尊ではある。ありがとう、から目線の。そしてこれがあのうちの菩提寺大乗寺ね、この青い鋼っぽいの。あー、ほんまや。お嬢さん見てるかな。これがもう最低の高度ですね、この辺りだと。お、最高です、ありがとうございました。はい、じゃあちょっとブレイクします。今どこの上空ですか。左がね、柳井ぐらいですね。でこれ抜けたら、岩国基地と宮島が近くなります。はい、ありがとうございます。岩国城、はい、岩国城完成権ちゃうからね、県大橋。ちょっと待ってくださいね、飛んじゃいけない区域なんですね。いや、ちょっと今調べてます。ちょっと米軍とやるんで、ちょっと無線やりますんでお待ちください。はいはい、すいません、書類で許可書を出さないと入れてくれないですよ。あ、そうですか。ちょっと、まあまあ、はい、まあ、もうちょっと見える範囲で行きます、ね、ギリギリで。全然構わない、はい。はい、岩国空港と米軍。まだ入ってないやろ、ギリギリやろ。ちょうど5マイル。ちょうど5マイルやろ。上手や。さすがに。お互い褒め合ってたね。もう過ぎたじゃん。いや、まだもうちょっとです、ね、もうちょいか。この川が、ね、見えた。見えた。そこのカーブのとこに、あそこの上にポツンって社長見えます。はいはいはい。あれ、岩国城。あら、え、すごい。ここ、あうか、今ここで取れた、はい、取れた取れた。岩国城どっちにある、どっちにある、こっち側に。これじゃ入んのか、岩国城は。あれですね、ちょっと瞬間入りますから、左側に入れますから。で、左へ振りますから、もうちょっとしたら、はい、3、2、
ワン、こうだった。これ錦帯橋が左だね、ちょうど。これ以上入った、ね、本当岩国城見えた。これでこれ以上入った言われると思うんで。わかりました、ありがとうございます。あ、この下が吉川さんの領地ですね、まず。脱出してください。脱出してますね、エバケーションです。打ち落とされる前に。日本の空でも日本の空じゃないんですね。そうなんですよね、うん、よし、ここから右行こう。20日市から宮島ですね。はい、北の方やもんね、はい、あの島、宮島のちょっと北の方。もう宮島。はい、岩国と宮島ってほんと近いんですね。はい、で間もなく宮島の到着口です、うん、この辺からゆっくり下げていきます。まず左へ旋回しますんで、赤門見ながら、赤鳥居見ながら。大鳥居見える？もうちょっとしたら見えるはずです。左、あー見えました。あー、お隣はこっちの上の、こっちの上から駆け下りて攻める感じですかね。ゆっくり旋回します。ほい、わー、いつか、こんな空から見るなんて思って。あの大河ドラマ毛利元就のオープニングでもないよこれ。あ、じゃあこれ左まもなく正面出てきますんで、バッチリバッチリ。ああ、ほんと宮島ですよ。オッケー、人なんや。お社回ったら左旋回します。わあ、車内ブレークします。車点がくっきり見えるね。次はバッチリしましょうか。このまま真っ直ぐ、はい、バッチリ。だいたいヘディングで言ってくれる。あ、ヘディングで、060 060、はい、じゃあ市内入っていきます。観音マリーナの方行きます。オッケー、はい、テルモトが築城した広島城。わあ、ありがとうございます。わ、はい、こんなかっこいい広島城。チャンネル登録、いいねボタンを押してくれたら、恐悦至極に存じます。